レツコおはよう。あ、フェネコおはよう。朝から疲れたよ。さっき下で角田さんと会ってさ。角田、私あの子嫌い。私も苦手。私あの子のアカウントフォローしてんだけどさ、分析の結果分かったんだよね。周期。周期？あの子がアイドル気取りで SNS にアップする写真、ほら見て。自撮りスイーツラテアート、自撮りスイーツラテアート、自撮りスイーツ、自撮りスイーツ、自撮り自撮り生足。正確に13日に一度のリズムで生足放り込んでくんの。もう一回言うね。自撮りスイーツラテアート、自撮りスイーツ。もう大丈夫。この写真見せたいのはペットボトルじゃなくて太ももだからね。わかってる？うん。で、土曜に投稿された写真が生足。これいつもの周期より3日早いの。多分急に見せたい男ができたんだと思う。金曜の飲み会が怪しいんだよね。あ、フェネコ先輩、おはようございます。おはよう。あ、角田ネイル変えた？あ、そうなんですよ。初めて行ったお店なんですけど。やばい、超かわいい。レツコ、どうした？え？何が？多分レツコのおばあちゃんってこんな顔なんだろうなーって顔してる。あ、佐山のおばあちゃん。レツコ、まさかあの仕事全部終わらせたのか？うん、根性で終わらせた。おお、真面目。それ友達にも言われた。私ってそんな真面目？え、あー、まあ真面目で堅実だよね。携帯アプリの利用規約を端から端まで読み尽くすまで同意ボタンを押さないタイプ。それ友達にも言われた。この年で老後のために貯金してるタイプ。それも言われた。服屋で何も買わずに帰るのは悪いような気がして、とりあえず3足1000円の靴下買っちゃうタイプ。だからなんでわかるの？だって相手に何か期待されると身を削ってクソ真面目に答えちゃうタイプじゃん。あー、なるほど。そうかも。会社ではその性格が災いして上司に仕事を押し付けられて自滅するタイプ。ああ。小心者であるがゆえに企業の思惑に絡め取られたロボット。ああ。過労死を待つ列に自分から並ぶ従順な社畜。ああ。ブラック企業を超え太らせるための餌。おい、ベネコ、その辺にしとけよ。あ、ごめん。言い過ぎた。なんで？なんで、レツコと角田が仲良く一緒に写ってんの？レツコ！一体角田と何があったの？何って、一緒にご飯食べただけだよ。あんたもあっち側に行くの、意識高い系に転身するの、いいねボタン連打したりされたりの人生を送るの。そんなことないってば。ならいいけど。のチャンスですよ！ね、先輩出てくださいよ！角田、レツコにその気がないんだからやめたら。なんでですか？時代は出会いなんて求めてないの。ある調査によれば、日本の20代から30代の独身男性の 75%、 独身女性の 65% に交際相手がいないという結果が出ている。つまりコスパの悪い恋愛に見切りをつけて独り身を選ぶ人が増えてるの。じゃあフェネコ先輩も参加します？はあ？なんでじゃあでつなげんの？私の話聞いてた？聞いてたけど意味わかんないです。ねえ、フェネコ先輩も出るって言ってるし、レツコ先輩も来てくださいよ。出るって言ってないし。あ、割と言われる。角田、この子誰？経理部のフェネコ先輩です。はじめまして。フェネコちゃんも可愛いっすね。可愛いっすね。可愛いっすね。合コン悪くないかも。ねえ、ハイダー！うっせえな、聞こえてるって。なんかねえ、合コン思ってたより超楽しい。なことどうでもいいんだよ。レツコはどうなった？全然心配ない。やっぱあの子こういうの向いてないね。なんかずっと下向いて携帯いじってるし。そっか。っていうか、ハイダー、情けねえんだよ、お前。さっさと告っちまえ、バーガー。ああ、なんか壁作ってくるとかあるよな。まあね。
3回連続で飲み会断られるとさすがに心折れるわ。その度に灰田の焼け酒に付き合わされるこっちの身にもなってよね。なんなんだよレツコの用事って。まさか男とかじゃねえだろうな。多分違う。それレツコに聞いたのか。あの子自分のことあんまり話さないでしょ。私も聞かないし。ただの憶測ってことか。推理だよ。あ、誰だよこれ。知らない人がヨガ教室で撮った写真。後ろに写ってるのレツコっぽくない？どういうことだ。レツコって会社を出たら普通駅に直行すんの。でも週に2回だけ駅の反対方向に向かうんだよね。つまり会社近辺のどっかに通っている。それが週に2回。習い事の可能性大。最近筋肉痛を訴えてたからおそらく体使う系。スポーツジムってキャラじゃないからピラティスとかヨガとかかなって当たりつけて検索かけたらその写真がヒット。怖えお前、敵に回したくねえわ。しょうがないじゃん、レツコが話してくんないんだから。ハハハハハハハ。